キエフ級航空母艦、キエフ級航空母艦、キエフ級航空母艦は、ソビエト連邦海軍が運用していた航空巡洋艦の艦級。旧ソ連海軍での正式名は1143型航空巡洋艦で、計画名はクレチェとハヤブサのい。ソ連初の実用艦上機である約マイナス38を搭載しており、 イギリス海軍のインビンシブル級航空母艦と共に近代的な軽空母の先駆者として高く評価されている。本校では解説系型の11433型および11434型までを一括して扱う。1960年代、旧ソ連海軍では地中海などの遠隔海域において北大西洋条約機構、NATO 軍の 潜水艦発射弾道ミサイル搭載原子力潜水艦 SSBN による戦略パトロールに対抗するため多数の懲戒ヘリコプターを集中運用できる1123型対戦巡洋艦モスクワ級2隻が収益していた。同級は非常に優れた対戦性能力を示したことから 海軍はさらに発展型の1123.3型として、キエフの建造を計画しており、同艦は1968年10月に、原型艦2隻と同じく、ムイコラーイブの第444造船所で寄港される予定であった。しかしこの時期、海軍総司令官、セルゲイ・コルシコフ原水は、試作垂直離着陸機、 V トール機である約マイナス36の性能に感銘を受け、次期対戦巡洋艦には、これと P-120SSN-9 艦隊艦ミサイルを通するよう指示したことから、1123.3型の建造は取りやめられた。1968年9月2日、国防省は1123.3型の建造中止と、これに変えて、 1143型対戦巡洋艦の建造を正式に指示し、艦名は1123.3型のものが引き継がれて、キエフとされた。竣工は1973年と計画されたため、国防省は1ヶ月で作戦要求案をまとめ、造船所は1968年内に原案を、1969年中に技術案を作成する必要があった。このため、 第444造船所と第17設計局、モスクワ級の設計担当部署は、要求案の公表前に、原案作成に着手、9つの案が作成された。これらは、固有兵装をほとんど持たない、原子力空母、排水量4万5000トン、カッタバー方式、ミグマイナス -23 など、搭載機50機という冒険的な案から、1123型を、 踏襲した保守的な案まで多彩であった。しかし、上記の通り時間的余裕がとしかったことから、最終的に選ばれたのは、アングルドデッキを備える一方で、発艦支援設備、カタパルトなど、や、着艦高速装置を持たない、V ・エストール空母という進む案であった。1968年10月、ゴルシコフ元水は1143型対戦巡洋艦の作戦、 技術規則要求を承認するとともに、艦隊艦ミサイルを P-500、バザーリと SSN-12 に変更し、排水量を28000トンに増加させることを許可、したが、P-500 搭載のためにはこれでも不足することが判明し、翌年夏にはさらに千トン増加した。また本級の最重要装備といえる、艦上攻撃機である約 -36MV。36 エストール系襲撃機は、1969年1月に、作戦、技術規則要求の承認を受け、1970年3月には、技術案が承認。その翌月には、早速初号機が完成した。1970年4月、海軍と造船省は1143型の技術案を承認。1971年2月には、建造計画が承認された。 モスクワ級では他国のヘリコプター巡洋艦と同様、艦の前方には通常の巡洋艦と同様に並走を搭載、中央部に上部構造物を配し、5艦艦をヘリコプター艦艦としていた。これに対し、本級では上部構造物は右舷側に寄せたアイランド型とされ、上艦艦は前後に全通している。ただし、全艦艦は 艦隊艦ミサイルの巨大な発射塔などで占められており、飛行艦板は左舷前方に張り出したアングルドデッキ式とされた。高単性を重視して、艦艇及び6層目までの原則は二重構造とされており、また艦内は18の横角壁と2つの重角壁で仕切られている。アイランドの3層から上は警護金制であるが、モスクワ級の運用実績を考慮して、 船体及びアイランドの下方2層は、厚さ 30mm 以下の AK-25、コート 35mm 以上の AK-27 コートされた。モスクワ級と同様、30キロトン核弾頭の資金弾、距離2000メートルを受けてもなお戦闘能力を維持できるものとされている。また、モスクワ級で、大赤外線、音響ステルス性への配慮が導入されたのに続いて、 本級ではレーダーに対するステルス性が考慮されており、アイランドや煙突、船体などの垂直面には最大10度の傾斜がつけられた。主機関はモスクワ級の蒸気タービン機関を増強したものとされ、また同級が2軸推進であったのに対して、本級では4軸推進とすることで、艦型増大を補っている。4室の機械室にはそれぞれ重油戦勝式の KVN-98、64型ボイラー2巻と TV-12 から3型ギアードタービン1機が収容されて、それぞれ一軸のスクリュープロペラを駆動した。本級はモスクワ級とほぼ同等ないしそれ以上という強力な兵装を装備しており、他国の従来の航空母艦とは一線を画している。これはほぼ並行してイギリス海軍が計画を進めていた。 全通艦艦寿命艦、TDC 後のインビンシブル急航空母艦と同様の傾向であったが、ATDC では艦隊艦ミサイルの搭載が断念され、艦隊空ミサイルのみが搭載されたのに対し、本級では、方向兵器、艦隊空ミサイル、艦隊艦ミサイル、対戦ミサイル、対戦迫撃砲、魚雷発射艦と水上戦闘艦に匹敵する充実した兵装を備えている。 1143型では、戦術情報をリアルタイムで処理する式支援システムとして、アッレア2型総合戦闘情報式システム、11433型では、アッレア 2K 型が搭載された。シュレーダーは、モスクワ級と同じ MR-600、ボスホード、ナトーメイ、トップセールであったが、フクレーダーとしては、新しい S バンドの MR-710、 フレガート、ナトウメートップスティアが搭載された。一方、ソナーとしては、モスクワ級と同じ低周波の MG-342、オリオン、ナトウメーホース状が搭載されたものの、特徴的だった、艦艇装備、昇降式のポーマイナス -16 ドーム配された。また、これを保管する中周波の可変深度ソナーとして、MG-335、プラチナ、ナトウメー ウルホーンも閉載された。また発展型の11434型として建造された爆雨では、主レーダーとして固定型4面のパッシブフェーズドアレイアンテナ、ペサを採用したマルスパスサーとナトウメイ、スカイッチを搭載したことで、レーダーの装備容量は一変している。副レーダーも改良型の MR-710M、フレガート M に更新されたほか、 低空警戒、対水上捜索用の、ナトーメイ、クロス装も掲載された。本級の武器システムは、おおむねモスクワ級のものを改良したものとなっている。艦隊防空ミサイル及び、対戦兵器は、モスクワ級と同様で、M-11、シュトルム、ナトーメイ、SAN-3、コブレットの連装発射機、それぞれ48発のミサイルを、収容が2機、 RPK-1、B フリ、ナトウメイ、対戦ミサイルの連装発射機と、部マイナス6000、スメルチマイナス2対戦ロケット砲が搭載されている。また 4K33、オサー M、ナトウメイ、SAN-4、月光股間防空ミイルの連装発射機及び後連想庁魚雷発射艦も搭載されたが、こちらは、モスクワ級でスペース不足のために装備されなかったり、 あるいは装備されたものの撤去されていたものであった。代理で上記した通り、本級の固有兵装の目玉といえるのが、PE-500、バザーリと、ナトーメイ、SSN-12、サンドボックス艦隊艦ミサイルであった。これは、ウラガン1143武器管制システム、SM-241 連装発射塔アルゴン1143管制ステーション及び、 点検装置から構成されており、SM-241 連装発射塔は、全甲板に2機が設置された。また、全甲板下には8発分の玉子があり、位相用エレベーターも設けられていた。手法としては、モスクワ級で不評だった AK-72557mm 連装速射砲ではなく、すでに大型対戦艦で実績のあったと、 MR-105 砲射撃式装置の組み合わせに変更された。また、近接防空用として、a k 6 3 0メートル多重新基重と、MR-123 基重射撃式装置も追加された。なお11433型、ノボロシースクでは、近接防空システムが、コール地区、股間防空ミサイルが 3K95、キンジャール、 NATO 名,名、SAN-9、ガントレットに更新される予定であったが、開発が間に合わなかったことから、近接防空システムは従来通りの AK-630M が搭載され、股間防空ミサイルは搭載されなかった。また11434型、爆雨では、主砲は 100mm 単装速射砲とされ、艦隊艦ミサイルは12発に、増備、 対戦ロケット砲も新型のとされた。また、艦隊防空ミサイルが廃される一方で、股間防空ミサイルはやっと、近ジャールに更新されている。上記の通り飛行艦班は、アングルドでキ式とされており、艦守備船に対して4.5度の傾斜を持つ。面積5600メートルが確保されており、8カ所のヘリコプター発着スポットが設定された。最前部の C が、 救難ヘリコプター用、続く、1から6が V、エストール戦闘機や紹介ヘリコプター用で、艦尾中央の M、または T は輸送ヘリコプター用とされている。設計局は、V、エストール機6機の同時発艦を想定していたが、実際には約、約マイナス38が、離着艦時のスタビライザーを持たず、相互の排気の影響が大きかったことから、10分ごとに3機ずつ、 発汗するのが最大であった。カタパルトやスキージャンプ勾配などの発汗支援設備や着艦高速装置は持たないが、艦載機誘導装置としてプリボド SV 型が搭載された。ハンガーは艦の後半部、飛行甲板の下に一層のギャラリーデッキを置いて設けられており、長さ130メートル幅22.5メートル、高さ6.6メートルとされている。 飛行甲板とハンガーを連絡するエレベーターは、アイランドのすぐ脇と直後に、計2機が設置されており、通常の運用では、上り用と下り用で使い分けられていた。機体移動は、飛行甲板上では、小型牽引車が用いられたが、ハンガー内には、縦方向及び横方向への移送装置が設置されていたため、これが用いられた。ダメージコントロールのため、ハンガーは、 アスベスト製防火シャッター5枚で区分することができた。また、運限工部は整備エリアとされており、10機を同時に整備、できた。搭載機数は、標準的には22機、最大で30機とされており、実験的に36機が搭載されたこともある。環状工芸機器として搭載された約マイナス 38V、エストール系襲撃機、約マイナス 36M の量産型は、 敵戦闘機と交戦して、航空優勢を達成するというよりは、長距離哨戒機を駆逐することで友軍の潜水艦や、対戦船を支援することを任務としていたが、航続性能、並走搭載量の面から困難が指摘されてた。ただし、v トールのみで運用されていた当初は、ペイロード7 5 0ラム搭載で、航続距離1 8 5キロメートルであったが、後に短距離滑走発進。 ストの技術が確立されて、短距離離間、垂直着間、ストグル運用移行して、以後は、ペイロード1トン搭載で、航続距離6 0 0トルに延伸した。また演習では、対地、対艦攻撃任務も成功理に行われていたことから、発展型の11433型、ノボロシースクでは、水陸両用作能力が強化され、2マイナス6大型輸送ヘリコプターの露天中期での、 運用が考慮されたほか、魚雷発射艦等の撤去により、海軍不評90名の居住区が確保されている。最大搭載機数は36機とされ、通常の搭載例では、約マイナス十8十6機、紹介ヘリ8機、救難ヘリ2機であったが、対戦重視の編成では紹介ヘリ34機、救難ヘリ2機、また上陸支援の編成では、約マイナス十8十4機、 約マイナス 38U2 機、紹介ヘリ16機、目標指示ヘリ2機、急難ヘリ4機とされた。また11434型、爆空では、新型の約マイナス41、後に約マイナス141に解消の運用を想定し、飛行艦板面積が6200メートルに拡張されるとともに、エレベータも拡張された。試験的に、 ブラストでフレクターと着艦高速装置が装備された時期もあったが、これは撤去された。搭載機数は36機とされ、内訳は、約マイナス3814機、約マイナス 38U2 機、かマイナス 27PL14 機、かマイナス 27PS2 機、かマイナス 27RLD4 機であった。艦種は、当初は、渋滞船巡洋艦、現在では、 航空巡洋艦、とされている。これは航空母艦という故障に対して根強い反発を示す。政治指導部を説得するとともに、モントルー条約の制約下で、ボスポラス海峡をはじめとするトルコ領海を航行する必要による政治的な配慮の産物であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。